ではごゆっくりお楽しみください。ケロッグのハーシーズチョコビッツいちごホワイトチョコレートと抹茶ホワイトチョコレートを食べたいと思います。どっちもホワイトチョコなんですね。ピンクと緑どちらも美味しそうです。こちらは洋の味、こちらは和の味といったところでしょうか。はい、それでは登録よろしくお願いします。はい、入れ終わりました。ではこちら早速食べていきたいと思います。ピンクが鮮やかですね。ではいただきます。このサクサク音相変わらずですね。そしてそれぞれの味が、あれこれ一方は感じられるけどもう一方は完全にホワイトチョコに負けちゃってる感があるな。これではね、もちろんサクサク食感は美味しいんですけど物足りなさを感じてしまうのは残念です。もっといろんな味を食べたいとも思いますが、この点は何とかしてほしいですね。どちらもやはりカリカリとしたクランチが以前食べたチョコ2種のハーシーズチョコビッツと同様に美味しかったのですが、今回はそれに加えて味もあるんですよね。でその味も加えると明らかにイチゴの方が甘酸っぱさがしっかり感じられて、チョコレートもまろやかな甘みで美味しかったですね。こっちの抹茶チョコレートの方はホワイトチョコのミルク感が強すぎて抹茶の味があまり感じられないようなそんな気がしました。まあ一緒に食べてしまったというのもあるのかもしれませんが、もうちょっと抹茶が前に出てきて欲しかったなという思いがあるのは残念でしたね。やっぱり外側のクランチに入ってるのがいいのかなと思いました。というわけですので今回はこのいちごと抹茶2種のハーシーズを食べてみました。美味しかったのは明らかにいちごなので、いちごを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは3グラス、人形をやるけりまぶいので、人形がまぶしがっているということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。